はようございます。釣り子 TV です。これあのね、メガバスの IGK プラグ、IGX がですね、釣り具屋さんに並んでましたよっていうことでね、早速一つ買ってきてみました。でね、カラーがね、ものすごいね、多く魅力的なカラーが置いてあったのと、あとはですね、フローティングとシンキングね、こういう感じでね、置いてあったんで、結構ね、久しぶりにね、どれ買おうかな、一個買いたいなって迷ったんですけども、なんだろう、こんな感じの、ね、こんな感じのカラー、ね、買ってみました。というわけでね、早速開封していきたいと思います。まずパッケージはまあ、こんな感じですね。はい。で、このピンククリアみたいな感じのカラーにしてみたんですけども、価格はね、1848円ね。キーポンさんにね、いっぱいね、いろんなカラーとか並んでたんで、買ってみたんですけども、はい、じゃあ、開けていきたいと思います。ねえ。IGK ってもうほんと各メーカーから出揃いましたね。で、あ、メガバスってなかったんだってね、ね、改めて思うんですけども、ちょっと後発になりますよね。で、こんな感じ。ほー。ねえ。あ、そういえばなかったか、なんて思ってね、一つ買ってみたんですけども、で、メガバスならではのね、すごいリアル系のカラーね、いっぱいね、あったんですけども、ハーフミラーワカサギみたいなやつとかね。ただ最近結構、他のメーカーでももうカラーリングって本当ね、すごい綺麗じゃないですか。メガバス並みにね、綺麗に塗られている、カラーなんかも多くあって、そんな中でどのカラー選ぼうかなと思ったらね、あ、案外こういう色って他のメーカーないよなぁと思って、このね、ピンククリアみたいなカラー。ね、このカラー選んだのは、スモールマウスとか狙う時とかもいいんじゃないかなっていうね。うん。この手のカラーの、シャッドテールワームとかを競争でノーシンカーで引いて狙うこと、多いなぁなんていうのを思い出したのと、あとは、これすごいね、なんだろう、シーバスのバチ抜けのタイミングなんかでもバッチリ効くんじゃないかなと思ってね、I字に引けるっていうところと、ちょっとこの後ろの方にね、こういった針のギミックがついているところをね、マイクロバチまではいかないけども、ちょっと小型サイズのバチを変色している時のシーバスなんかにもそのまんま使えちゃうんじゃないかなっていうことで、ですね、こういう感じのカラーね。で、案外他のメーカーから、こういうクリアピンク系のカラーってあんのかな？あんまり見なかったなぁなんて思って、IGK のプラグだと今カツのやつとかね、好んでよく使うんですけども、そういったタイミングで、あ、この手の色はなかったよなっていうことで選んでみました。でね、小森プロがですね、結構これ、いろいろとこれが完成するに向けて、開発の方にね、携わっていたなんていう風に、聞いておりますし、見ておりますので、ね、これ作ってる段階ではものすごい多くのね、サイズとか、あとは浮力とかですね、ここら辺のギミックとかもね、ずっと考えてね、もうなんか、何年ぐらい作ってたんですかね。本当は去年ぐらいに登場してるのかなと思ったんですけど、そっからさらにブラッシュアップを続けて、このタイミングでね、発売開始っていうことみたいですね。で、気になるのはこのね、顎周りのデザインですよね、ここ。ね。ここに黄色のようなものがあって、これによってこう、直進性っていうのを高めているのかなってね。で、顔周りは小さいながらもう、メガバスの顔つきしてますよね。で、こう後ろの方に来ると、まあ、ここにね、トレブルフックがあって、これ、ついばみ系バイトもしっかりとね、フックアップしてくれそうな。で、あと、ここが、針が垂れないことによって、さらに直進性を高めているのかなっていうね、こういうギミックが搭載されてますね。で、ここは、
柔らかい感じのね、これ水に入った時はね、シュッとね、まっすぐになりそうですけども、このなんだろう、まあ自分たこ揚げとかよくやるんで、こうこれ清流効果というかね、こういうテールをつけることによってさらにこのまっすぐ行く性能をアップしているのかななんて想像できるんですけども、はい、こんな感じのルアーですね。あ、これね、いつかな、もう何年前になるかわからないんですけども、小森プロとなんかね、ご飯を食べた時に、まあ、愛知系をもし作るならみたいな興味深いお話をねしたのすごい覚えていて、まあ巷にいろいろなね愛知系があるんだけども、僕だったらこうしてああして、あとこういうところもこうしたいなーなんていうね、すごい具体的にお話しされていたのすごい覚えていて、でそんな中でもしかしたらこうメガバスでね、こういうのを作るぜっていうね構想が頭の中にあったのかもしれないんですけども、でその後ね、いやー実はだいぶ形になってきましたってお正月にね見に行った時とかに、見せてもらったりして、で12ヶ月、小森さんみたいなね動画やった時もですね、結構細かくこのプラグプロトタイプをね投げ続けてね、動きのチェックとかしていたなっていうのをすごい覚えていて、ね、いよいよ完成ということですね。で後ろにね説明が書いてあるんで、やっぱメガバスの後ろの説明は見とかなきゃいけないということで、極めてロジカルなバスフィッシングを展開するトップトーナメントアスリート小森継彦の知見と、世界を席巻する名作のルアーの数々を生み出してきた、デザイナー伊藤由紀の経験値が融合しております、新世代の愛知系ベイトが、からし IGX です。最新のハイドロダイナミクスが生み出す独特なキールヘッドは優れた直進性能を発揮、リトリーブ速度のわずかな変化に対し、あたかも船の揺れ戻しを抑制するかのようなボディの姿勢変化を補正する微細なアクションを発生、ただゆっくりと引くだけで生まれる幻惑の引き波と IGX ボディが生み出すスタビリティアクションがこれまでの IGK ベイトを見切ったクレーバーフィッシュを果敢にバイトに持ち込みます。テールにセットされたファイバーフックはキールヘッドの直進性をさらに促進、停止時やあらゆるスピードでも常にフックポイントは上向きを保持、フッキング率を向上させています。テールフックが暴れないので飛行姿勢がブレず、ロングキャスタビリティに貢献します。隅々までこだわり抜いた IGX はわずかな違いで差のつくシビアなフィールドでこそ使っていただきたい思考の、スペックを誇りますということで、裏にねこうピーチにね説明が書いてあるんですけども、イエーイ、大きさもねいくつか、これがね60っていうサイズなんですけども、70みたいなのも準備されているのかな、ねいくつかのねサイズ展開なんかもねあるみたいなんで、まずはねこのね60の、自分はこれねフローティングってモデルをね買いました。ポンとね置いてね、ほっといてもちょっと誘いたいなとかですね、あとはちょっと沈めたい時はこの針を大きくしたり、ちょっとウェイトを張ったりしてね、スローシンキングとかに調整すればいいかなと思ってね、フローティングモデル買ってみましたよ。まあ何にしてもこの小粒なんだけどメガバスな感じが随所に盛り込まれてますね。これはちょっとこのウェイトが小さめの感じで入っているので、ちょっとしたカタカタ音もするんですね。完全にシンキングということではないみたいです。はい、というわけであとはねもう釣り場の方でね、投げて投げて、ちょうどこういうのが効くシーズンですからね、チャレンジしていきたいと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、小森継彦プロもね監修に携わっているからし IGX、 これをね、一つ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。